古の都奈良、人々の願いを受け止め安らぎをもたらす寺が今なお暮らしに息づく場所です。その知られざる魅力を紐解きます。西山篤史の奈良ラジオ。創建680年、発想宗の大本山薬師寺。天武天皇が発願し、遺志を継いだ持統天皇によって造営されました。壮大な伽藍は1300年前の白鳳文化を今に伝えています。薬師寺、はい、やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。コール株式会社代表取締役社長の唐沢です。薬局の会社ですので、お薬に関わる薬師寺さん、また今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。講堂、金堂、そして塔があって、はい、周りを回廊というのが囲んでいる。この回廊の向こうに東院堂という建物があります。そこへ行きましょう。白鳳伽藍の南東に位置するのが東院堂です。前回に引き続き加藤貫主に案内していただきます。このお堂はね、はい、鎌倉時代に建てられたお堂で、禅堂としては最も古いお堂。薬師寺さんは昭和40年代から社協勧進で次々にこうお堂を復興なさっているので、新しいお堂が大半なんですけれども、東塔、奈良時代の国宝の東塔と鎌倉時代のこれも国宝の東院堂、この2つが古い建物なんですよね。現在の建物は鎌倉時代に再建されており、建立の歴史は奈良時代まで遡ります。吉備内親王という女性が建てたんですね。そのお母さんの冥福を祈って吉備内親王が建てた。こう古いものの中にこうなんか美しいものがあるという感じですね。やっぱり落ち着いた佇まいの東院堂。そこに祀られている本尊とは。正面のお寿司の中にお祭りしてありますのが聖観世音菩薩。白鳳時代に作られた仏様でございます。世の中の音を見る。音は見えませんけれど、それはどういったことかというと、私たちの悩みとか苦しみ、そういったものを、感じ取ってくださる。天寧っていう体のこうまとってて、そして陽楽っていうアスクセレが垂れててね、それがこう体ずっと覆ってる感じ でこの衣とアクセサリーがまた上になったり下になったりみたいなおしゃれな感じ。なんか綺麗ですけど、なんかお若い感じがしますね。すごく凛々しい感じ。金堂の本尊薬師如来と双璧をなす美しさを持つと言われる聖観世音菩薩。その背景には知られざる物語があったのです。薬師寺を作られたのが天武天皇、持統天皇2人のお子さんがおられて、草壁の御子ですから、天武天皇の次は草壁の御子が天皇になるはずのところ、28歳で亡くなっちゃったんですね。若くして亡くなった草壁の御子に代わり持統天皇が即位。やがて文武天皇が即位するも25歳という若さで亡くなります。その後を受け継いだのが吉備内親王の母でもある元明天皇でした。でこの東院堂は吉備内親王がお母さん元明天皇が亡くなった時に建てたと伝えられてるんです。でこの吉備内親王のご主人が長屋王っていう人で、この人は奈良時代初めの今でいうと総理大臣ですわ。でお母さんが亡くなったんで
ご主人と一緒に、まあ、力を合わせてこの東林堂を建てた。亡き母を思い建てられた東林堂に聖観世音菩薩が祀られている理由とは。私の考えではもうすでにあった仏像をここに運んできたんじゃないかと思ってるんです。草壁の巫女が28で亡くなった時にそれを悲しんだ奥様お母さんがこのお像を作らせたんじゃないかと私は思ってるんですね。だから28歳の草壁の巫女が投影されている若々しい青年の姿、そしてやがて何十年か経って元明天皇が亡くなられた、元明天皇のためにお堂ができた、何をご本尊にするのが亡くなったお母さんが一番喜ぶんだろうかと考えたら夫です。若くして亡くなった夫の姿が投影されているあの観音様をここに持ってきてご本尊にするのがお母さんが一番喜ぶんじゃないかと思って吉備内親王がご本尊にしたというのが私の考え。素晴らしい仏像だっていうだけじゃなくて、ね、その背後にそういう物語があることを知るとこうまた違って見えてくるところあります。妻が夫へ、娘が母へと結んだ家族愛、それは美しさとして投影され見るものすべてを魅了するのです。生きている人が亡くなった人をこう思って作るっていうのはすごく尊いお話ですよ ね、 今ここにいない人、そういったことを思い出すってことはねとてもいい、ね、その思い出してるその時にその方は思い出してる人の心の中にね命を頂くんですよ。みんな仏像はやっぱり深い悲しみとか切なる願いのもとに作られてる、それは間違いありません。東林堂、はい、いかがだったでしょうか。はい、今コロナ禍で医療の人たちは非常に苦しんで頑張っているし、病気になった方も頑張っていると、そういった同じ苦しみの中で生み出されたこういったあの観音様があったっていうのもこの今の時代にもですね一つ通じるものがあるなと思いました。お寺から仏像、みんな何かそういう苦しみとか悲しみとか悩みとか迷いとかがあって生まれてきているわけですから、そこから本当に素晴らしいものが生まれてくるんだったらそれはただのマイナスだけではないですね。